あーちゃんの言う通り手段を選ばずキャスターを倒しておけばよかった別に愚痴を言うわけじゃないけどね私いつも一番大事なことばっかりしくじるのよ2番か3番かそういうのはさらっとできるくせに一番大事なものは手こずるんだあーちゃんがあっち側に行ったのもあいつだけの責任じゃないわ やんなこと言ったのに。